はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、凍らしたらね美味しいもんがあるんじゃないかってことで、いろんなものをですねキンキンに凍らして食べるシリーズやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ今日はですねポテトチップスをね凍らしました。丸々3日間冷凍庫に入れてました。でこっちは常温ですね、ずっと普通に置いてました。予想ですよ、なんだこれ真空パックか、凍らないんじゃないかと思ってるんですよね、水分もないし。でこう見比べたらですね、なんか若干空気がね抜けてるっていうかね、なんかへこんでるんですよ。ちょっと違いがあるなって状況です。両方開けてね見比べていきましょう。うわ寒っ、うわすっごい冷たい空気が、氷はしないと思うんですよね。ひんやりしてますねこっち、すごい。で見た目は変わんないんですよね、これ見た目の違いほぼないんですけど、ちょっと食べてみようと思います。うん、凍ってはないけどひんやりしますね、うまい。普通のやつは多分いつも通りで、ねこっちの方が美味しいね。なんでしょう、こう湿気るとかそういうのないんですよ、サクサクしてるんですよ。でひんやりするんですよ、これは結構ありかも。これうまいぞ。これはね、なんか新しい発見で、ああ多分冷たさの餅が多分あんまないと思うんですよね。でもうん、うん、冷た、なんか当たり外れがあるんだけど、うまっ、これうまいわ。なるほどね、これやり始めて今回で3本目の動画で、一番最初がジャイアントカプリコ、その次がリンゴですね。カプリコはね全然ダメでしたね、あれ30点ぐらいで、リンゴもまあ多分好き嫌いあると思うんですけど、40点ぐらいですかね。でポテトチップスっすよこれね、これはねありだね、こっちの方が美味しいんで120点出ました。もうちょっと検証したいのが、このまま凍らしとくとどうなるのかっていうのをしたいんで、ちょっと延長線突入しましょうか。このまま冷凍庫に、丸々何日間かねぶっ込もうと思います。さあ再開しましょう。あれからね1時間冷凍庫に入れました。数日ね入れようかなと思ったんですけど、1時間も入れたらね凍るかなと思ってね入れてきました。さらにね冷えてるんじゃないかと思ってそれを確認していきます。美味しいね本当に。あ、開けて凍らした方がね冷たい。うん。いや冷凍ポテチはねこれは本当美味しいわ。こう食べ比べしても、僕はやっぱこっちがうまいっすね。はい、というわけでね今回ね僕これ全然ね期待してなかったんですよ。凍らないだろうと思ってましたし、もう何のこっちゃ違いがないと思ってましたけども、美味しさがね旨味がね増しますね。初めてねヒットを打ったって感じでしたね。はい、でまだまだねこうキンキンに凍らしたら美味しいんじゃないかと思うものがあるんで、どんどん凍らしていきますんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。これはあり。